YouTube 大好き、スバル大好き、サンプラザ長野くんです、ついにですね、納車日がやってまいりました。うわー、私が発注したメイバックがついに、ではあの方を呼びましょう。長野さん。はい、スバルの長野です。恵比寿店では初めてのレイバックのご納車でございます。そうなの？はい、他の場所ではまだ納車始まってるとこもあるみたいですけども。でも急に喜びが爆発してしまいました。いやそうですか。はい、それは嬉しいです。書類を目の前にしてる気持ちはどんな気持ちなんですか？名前書くのめんどくさいな。こちらが中野様のレイバックです。レイバックレイバックレイバックすごいかっこいいですね。めっちゃ なんか俺ね、写真で見せたのより、はい、すごいかっこいいなと思うんですけど。かっこいいですよね。写真の撮った人悪いんじゃないですか、ね。そうかも。写真のせいにしたんですけど。ではこの色、はい、このキラキラ感どうですか。これなんていう色でしたっけ。サファイアブルーという色でございます。サファイアブルー、この中にね、キラキラのあのラメが埋め込まれてる感じで、もうピカピカですね。そうですね。すげえ気に入った。よかったです、ありがとうございます、うん、興奮するぐらい綺麗でかっこいいです。ありがとうございます。愛せます、愛車です。私の車です。乗っていいですか？どうぞ。では、あ、すごい高級感のある、あ、高級感のあるドア感でございます。はい、では乗りますよ。あ、これビニールがまだかかってますね。取っちゃいましょうか。取っちゃいましょうか。黒とアッシュと、でここに入っているステッチがカッパーですよ。銅の色です、銅の色。おしゃれじゃないですか。ここ見て、ここ、今まで車のこんなとこ気にしたことも一回もなかったけど、こんなに綺麗なんだね。ああ、おお、電動で動いてる、電動で動いてる。この辺はもうあのレヴォーグの、レヴォーグ譲りの状況になっておりますので、私は慣れたものでございます。すごい座り心地いいですね。一瞬座ってるだけですけど。ありがとうございます。いい感じする。多分前のレヴォーグの納車の時にも座り心地いいと思って言ってると思うんですよね。あ。いい感じです。このドアのね、重さというかね、重厚感というか、あ、いい感じです。なんかこうサポートされてる感じがします。エンジンかけます。シートのリクライニングのスイッチの一個後ろに丸いスイッチがあるの、わかりますか？本当だ。今さっき触ってね、はい、何だろうこれと一瞬思ったんですけど、これは腰の部分のエアが、そうです、ランバーサポートって言いまして、腰のエアの調節ができます。ご自身の腰のカーブに合わせて空気を増やしたり減らしたりですね。すごい、全然長距離の本当だ疲れが違いますので、膨らんできた、腰が膨らんできたよ。それからナビも画面も変わってないように見えて、はい、うん、実はより使いやすくなっておりまして、この辺ですよね。そうです、うん、AVH といってブレーキをホールドできる機能ですね、はいはい、信号待ちとかにブレーキ踏んでなくても、はい、両足床で信号待ち待ってられますよっていう機能なんですが、それが今ワンタッチになっております。今カープレイって言ってスマホとナビつないで、Google マップを使ったりとかっていうのが主流になってきてますけども、うんうん、今まで有線でしか接続できなかったのが、うんうん、なんと iPhone のみではありますが無線接続できるようになりましたので、ぜひここで登録してみていただくと、はい、無線で Apple CarPlay 使えるようになってます。へー、あとは今まで USB2 つだったところが USB と、うんうん、Type-C ですね。これ Type-C だわ、はい、便利だわ。変わっておりますので充電方法も選べるようになっております。また前回お伝えしたビューのボタンが、はいはいはい、これがいいですよ私ね、はい、これね15キロ以下になった瞬間に
ですよね。そうです、このオートっていうのが出た状態にしておくと、15キロ以下になると自動で画面が切り替わるようになっております、うんうん、ゆっくり止まる寸前とかにここから見えない四角の部分が見えるようになるということで、だから細かいものが見えるように、小さい背の低いものが見えるようになる。狭い路地から出るときなんかも、はい、歩行者とか自転車が来ないかなって見るときにも、うん、15キロ以下で画面が切り替わると安心ですね。いやーもうね、安全第一でしょうこれね。あとは乗り心地ですね。そうですね、車高の高さを感じさせない走りができる車ですので、ぜひぜひ楽しみに乗ってみてください。楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら私が3年とちょっと愛車としていたレヴォーグでございます。無事に私を運んでくださいまして、レヴォーグちゃんありがとうございました。第二の人生を、素晴らしい車人生を過ごしてほしいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。あ、またね。じゃあ、ありがとうございます。ということで無事本社の儀を終えることができました。長野さんありがとうございました。とんでもございません、これから楽しく乗りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。長野さんありがとう。それでは初めて乗るレイバック我が愛車運転します。おほほほほ、ありがとうございます。ありがとうございます。運転なんか心地いいですね。ありがとうございます。もう分かります。失礼します。ありがとうございます。おお、今何に驚いたかっていうとですね、マンホールの上を通過したんですよ。何の衝撃もなかったですね。通過しますよ、もう一回。嘘だろ嘘だろ。ほらほら、ここですよ、これこれこれ、ほらこれ自動で出る、オートで出るようにセッティングしてもらったんですよね。これ本当乗り心地いいわ。すごいな。あ、止まりますよ、止まりますよ。あ、出た。ほら、止まります、止まります。出たね、出たね。あれがどれだけどれだけ安全を確保できるか。小時間とかね、飛び出してきたらわかるでしょ。ないです、恥ずかしいじゃないですか。あはっ、そうだ、大きくてすいません、こういう名前を使いました。静かだね、ほんと静かだな。もう乗りたいやつ連絡しろよ、いくらでも乗せてやるぜ。俺の助手席に乗らない。最初は今回は見送るとまで俺は聞いてました。今回は見送ろうと宣言したんですけど、心に決めたんですけどね。でも一番心を動かされたのは、9月7日に予約開始の日があったんですよ。その日に YouTube を見てたんですね。まあこれは前の動画でも話しましたけど、そしたらですね、自動車評論家の方々が試乗会の話をいっぱい載っけてくれたんですね、いろんな方が。それで見てたら、ものすごい乗り心地がいいというのにちょっと心惹かれちゃって、でもう一回こう調べ直して、いろいろ調べ直してみたら、あの安全性能もかなり高まってるというところで、その2ポイントでしたね。まさにこれですよ。この止まった状態で前がよく見える、あとは車の周りがまるで上から俯瞰しているような映像が見える。今自転車が通りましたけどね。これがかなり私の背を押しました。背中を押してくれました。いやでもこれすごい乗り心地いいな。ということで新しい愛車レイバック納車式から初乗りお届けいたしました。今後ともサンプラザ中野くん3チャンネルよろしくお願いします。またランナー、バイバイ、ピース。押して押して高評価、チャンネル登録よろしく。押して押して高評価、チャンネル登録もよろしく。押して押して。